第82回全国高校サッカー選手権福岡大会決勝。この大会で悲願の全国大会への切符を手に入れた高校があった。感動の渦を巻き起こした奇跡の快進撃、その裏側には選手たちとマネージャーとの感動のドラマがあった。福岡県太宰府市、この地に高校サッカーの歴史に伝説を刻んだ筑陽学園がある。2003年、快進撃を見せた筑陽も1年ほど前はまるで別のチームだった。おい、なんで俺にパス出さないんだよ。あのタイミングじゃ無理だぜ、ボール捉えちまうだろ。判断遅いんだよ。ボール捉えてもお前戻らねえだろ、暴走するなよ。なんだと。おいよせよ。新チームには個性の強い選手が集まり、いつもギクシャクしていた。言い合いっていうか、お互いがこうしろああしろみたいな、そんな感じで、このままで大丈夫なのかなっていうのはやっぱありました。サッカー部を率いて16年目だった監督も、とにかく試合に行けばどっかで喧嘩が起こってると。試合中に、中でも背番号7の桑原武史は技術とセンスは優れていたが、個人プレーが目立ったという。ありがちな。同じ7番つけてても全然違うんだね。え、代わりのお兄さんも7番つけてたんでしょ。すごかったんだってね、伝説になってるもん。サッカー部マネージャー野口香織の兄直也は3年前まで筑陽学園サッカー部のエースとして活躍していた。後に J リーグのヴィッセル神戸にスカウトされるほどの才能の持ち主だった彼の夢は、筑陽学園が一度も経験したことがない全国大会出場だが、大きな壁が立ちはだかっていた。福岡県には東福岡高校と東海大第五高校という2つの強豪校があり、10年もの間この2強以外が全国大会に出場したことはなかったのだ。名古屋はその壁を打ち破ろうと中心となってチームを盛り上げ、さらに毎日1人深夜まで残って練習に打ち込んだ。だが最後の大会も強豪東福岡に敗れ、夢を果たせないまま卒業を迎えようとしていた時、突然の交通事故により、兄直也は帰らぬ人となってしまったのである。新発売。嘘でしょ。突然の交通事故により、兄直也は帰らぬ人となってしまったのである。いつも家から出て行くときとかも何も言わないのに、行ってくるねって言ってたから、その時なんでそんなこと言うんだろうって思ってて。兄直也さんは小さい頃からスポーツ万能で憧れの対象だった。そしてその2年後、吉浦先生。ああ、野口香織さんだったね。はい、筑陽に入ったんだ。私、兄が夢中になっていた世界を見てみたいんです。私をサッカー部のマネージャーにしてください。中学校の頃は特にやりたいこともなくて、夢とか何もなくて、まあ、普通に生きてきたんですけど、これといった夢のなかった彼女にとって、サッカーに熱中しいつも輝いていた兄は眩しい存在だった。亡き兄が打ち込んだものを見てみたい。自分の夢を持てなかった香織さんは直也さんの夢を追う道を選びました。そしてその決断が奇跡を呼び込むことになろうとは夢にも思わなかったのです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。野口先輩の妹だったよ。へえ。だが待っていたのはハードな日々。自宅から学校までは電車で片道1時間半近く。そのため毎朝5時に起きて6時に家を出なくてはならない。学校に着くと部室に直行。ごめん、おはよう。おはよう。急いで朝の練習で出た洗濯物を集め洗濯機へ。そして洗っている間に朝の補習。成績の優秀な進学クラスにいた香織には欠かせない授業だった。そして補習の後はすぐに戻って洗濯物を干して、始業のベルと同時に教室に駆け込むという毎日。放課後は部員80人分のドリンクを配ったり、練習の道具を準備したり。さらに練習後は再び大量の洗濯物の相手。選手よりも帰りが遅くなることもしばしば。それでもそんな地道な努力が選手たちのプレーで報われるのならよかったのだが。パス、パス、出せ、出せ、出せ、パス、みんな、パス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 。おい、なんでフリーの俺にパス出さないんだよ。シュートチャンスにシュート打って何が悪いんだよ。チームは最悪の状態。しょうがねえな。これが兄が熱中し夢を追い求めた世界なのか。兄直也がつけていた7番。兄がつけて以来7番は筑陽学園のエースナンバーになった。その頃7番は常にチームの中心にいた。一方今の7番は判断遅いんだよ。ボール取られてもお前戻らねえだろ。落ち着け、落ち着け。大変だな、あいつら汚したい放題だからな。先生、まあみんな全国大会行きたくて必死だからな。あの、なぜ桑原さんが7番を？それはなんていうかな、どっか似てるんだよな、直也と桑原は。え？そんなある日。もうこんな時間。それは一人黙々と練習する桑原武史だった。お兄ちゃんもいつも遅かったんです。だから想像しちゃった。こうして一人で残っていつも練習してたんだなって。俺中学の時野口先輩のプレー見たことあるんだ。え？気にするな、あとは俺たちが何とかするから。よし、みんな気合い入れていくぞ。よし。チームからも信頼されてた。俺どうしても全国大会行きたいんだ。え？あの野口先輩でさえできなかったことをこの地区でやってみたいんだ。だけど俺
チームとうまくいってないんだよな。サッカーのことになるとついカーッとなっちゃってさ。自分勝手に見えた桑原のプレーも香里の兄直也と同じ、勝って全国大会に行きたいという情熱の表れだったのだ。それが周りと噛み合わないだけ。しかしチームの空回りは深刻、隠した相手の練習試合に敗れるほどだった。あんな格下のチームに負けてるんじゃ全国大会なんかいけるわけねえよ。誰かが勝手なことばっかするからだろ。なんだよ、俺のこと言ってんのかよ。自分のやりたいプレーをぶつけ合って収拾がつかない状態。なんだと、やったおい、いかにしろ。いつまでみっともないサッカー続けるつもりだ。私たち洗濯行ってきます。行こっか。香織がなんでここでマネージャーやってるか分かるか。あいつはな、死んじまった直哉が、兄貴が夢中になったものって一体どんなものなのか、それが知りたくて地球に来たんだ。兄が夢中になっていた世界を見てみたいんです。その答えが今お前たちがやってるサッカーなのか。よし、行けだ。よし、お帰り。お疲れ様です。サンキュー。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとう。お疲れ様です。ありがとう。お疲れ様です。ありがとう。ぶつかり合っていた個性が周りを理解しようという気持ちによってチームプレーに変わり始めた。全国に向けての福岡大会はもう目前だが、思わぬアクシデントが起こった。キャプテンの柳が右膝半月板損傷という大怪我を負ってしまったのだ。すまない、大事な時に。お前がいないと正直答えるよ。全治3ヶ月、県大会出場は絶望的だった。健太、全治3ヶ月、県大会出場は絶望的だった。だがその時、たけし、キャプテン全治3ヶ月だったよ。だったら間に合うじゃないか。県大会を勝ち抜いて全国大会に行けばいいんだよ。それならまだ3ヶ月ある。そしたらまた一緒にサッカーができる。勝ってキャプテンを全国に連れて行こうぜ。たけし。桑原さん。そうか、そうだな。県大会優勝すればいいんだ。よし、頑張ろう。よし。やっとその周りのみんながいて自分もいるっていうふうに考えられるようになったんで、初めの頃はやっぱり自分のせいですごいみんなに迷惑かけたなと思いますね。そして2003年10月19日、全国高校サッカー選手権福岡大会が開幕。一つにまとまった筑陽イレブンは順調に勝ち上がり、
そして準決勝で過去2回の全国優勝を誇る強豪中の強豪東福岡高校と対戦することになった。3年前香里の兄直也の夢を打ち砕いた相手である。絶対勝つぞ、全国行くぞ。その強大な壁を破ることはできるのか。みんなの目標っていうか気持ちを一つにしてくれたのもあるし、連れて行ってあげたいと思ってました。試合は緊迫した攻防で0対0のまま後半へ。そして後半37分、筑陽にコーナーキックのチャンス。蹴るのは7番桑原。原が蹴り、仲間が決めた。それはチームが一丸となった得点だった。この1点を守りきり、筑陽学園はついに東福岡を破り決勝に進出。みんなの気持ちでもうねじ込んだみたいな感じだったんで。さらに決勝でも注目の7番桑原。桑原のコーナーキックから上げてきて、ヘッドで向こうへ流して、14番西田シュート。そしてついにさあシュート打っていけるか、後ろに戻したところ、ここでホイッスル。10年ぶり2回目の決勝となった筑陽学園が初優勝を達成しました。香里の兄直也や先輩たちが果たせなかった夢をついに達成したのだ。お兄ちゃん、これだったんだね。お前もチームの一員だから。お前がいなかったらここまでやってこれなかった。ありがとな。亡き兄が追いかけていた夢の正体をつかみたい、そんな思いでマネージャーになった少女が答えを見つけた瞬間だった。全国大会に進んだ筑陽学園は並み居る強豪を次々と破り大旋風を巻き起こした。その快進撃をロッカールームで見守っていたのが香里さんの兄直也さんの写真だった。やっぱりあいつなくしてはいけてないと思うんですよね。まあ、言ったのは桑原たちが言ったんですけども、やっぱ野口っていうのが
どっからかやっぱり支えてくれてたから。そして準決勝、蹴るのはエース7番の桑原。決勝に進むのは筑陽か果実か。エースの桑原打った、入った。7番エースの桑原、野口さんと同じ背番号7の桑原が見事に決めました。2対1、筑陽学園、野口直哉さんの思いが天国に吊るしました。みんなの思いを乗せた決勝ゴールだった。決勝では怪物平山を擁する国見高校に敗れたが、それでも筑陽学園は見事な準優勝に輝いたのである。まとまったら本当に強いんだなっていうのも思ったし、チームが一つになるっていうことを初めて実感しました。一人一人がみんなチームのために頑張って、その度にもみんなこうなんか成長っていうか、そういう姿を見れて、夢を持つことの素晴らしさを発見できました。先生はね、部室で一言言うだけであんだけ変わるんですからね、うん、そうですね、うん、あのマネージャーの女の子の香織さん、香織さんがいて、やっぱりそれも大きかったですよね。あの努力していて、お兄ちゃんのこともあったんですけど、まとまって中心にいた、あれぞマネージャーさんだなと思って、うん、今ええとこでなんかそういうとこで考えたな、黙々とずっと支えてくれていた香織さんなんですけれども、選手一人一人に大会中に手作りのお守りを渡して、で自分は兄の直哉さんが入団するはずだった神戸のユニフォームのお守りを身につけて応援していたそうです、はあ、青春だね、よっぽどお兄ちゃん好きだったんでしょうね、素敵なお兄さんだったんでしょうね、あの彼どうしたんですか、あの7番の彼は今桑原君ですか、気になりますよね、夢を追った若者たちはその後さらなる夢に向かって走り続けています。最後にこちらをご覧ください。香織さんの兄直哉さんと同じ7番を背負った桑原さん、彼は筑陽学園を卒業後 J リーグのコンサドーレ札幌に入団、現在はレンタル移籍中のザスパ草津で開幕に向けて練習に励んでいる。やっぱりもうみんながライバルなんで、もう一日一日が勝負ですね。そして香織さんは新旧の専門学校で勉強に打ち込んでいた。彼女が目指しているのはスポーツトレーナー。トレーナーになるには新旧の資格とかを持っていた方がいいよって言われて、できればサッカーにずっと関わっていけたらいいなと思います。夢を持てなかった少女は今自らの夢に向かって歩き始めている。